エヴァを意識したオープニングか、これは。何今の。ナンバープレート覚醒。モザイクモザイク。お前らのもんちゃう。よや。ありがとうございます。ユートゥーさん、パーマかけてますね。パーマがほんまや、ほんまや、パーマかけてるな。確かに。地元バレるやんけ。とりあえず旅が始まりましたってことで、カットやね、カット。地元バレー。ゴーゴーゴー。日の出を背に。あ、ロマノフ王朝やったっけこれ。これはスラブ舞曲。わかんねえ。こんなん聞くやつおらんやろ高速道路で。なんで小田和正さん初心者マークついてた。あ、ほんまや。小島に行く。阿智町小島ディープ旅。おお。キビ。まさかのど。隠せ名前あげるがいかすげえ平せんべいみたいエビせんべいうわほんまやせんべいおっ捨て落ちレモンに弱いなこれだ岡山でねはいさっきからおならせんべいちょっと低すぎんあれそれも低いマジ低いすげえなちょっとこっから撮ろういかつすぎるあれがロードスターおー86やんビビってカメラこれ遠ざけてんねんな86ふざけんなおいカリってないその車に感動はありますか おお、このカットは結構好き色やばいあのパーカーがうざいナンバープレートモザイク編集きつないロードスターCM でしたねお小島じゃねこれえ小島じゃねえ信号あるぞ信号どういうことどういうこと予告信号どういうこと信号ってあれか瀬戸大橋かなえあいやまあ青で行かしてくれほんまそれ怖いから青でままであ小島バイバイやばいよな止まるとかあんのこれ混戦信号小島さよならマジ怖いマジ怖いああこれねほんまは泊まる予定やったけどみたいなそれな行ってよかったと思える一歩外に出ればいいよ心配しな先は通ってるよこういや映ってんのミラーにはだってあんもんほらほら来るぞ来るおおおおおおすげえあ
パーキングか、いや、まずパーキング。パーキングか知らんけど、公園か知らんけど。あれや、あれ、あのさ、あれ展望台やな、あのタワーみたいなやつ。さ、どこ行ってたのほら。え、どうなんだっけ。自動は仕切りに来い。あ、それって、降りる降りる。まず降りて。おもんね。もうなんか泣けてくるな。行こうか。おもんない。何もある。タワーあるよ。タワーね。ちょっと、ほんまに何もないかもしれない。ええね、何もなくて。時間の無駄。漂ってる、やばい。帰る、帰る。太陽が帰る。太陽が帰る。あ、やばい。やばい匂いする。匂いがやばい。行こうとしたら行こうとしたら。絶対やめた方がいい、これを。これ多分ここで遊ぶ子供たちは全員通った道、通った道、香川、多分香川で生まれ育った人たちはみんな通った。飛びてー、めっちゃ飛びたい。飛べよ、じゃあ狭く見える。いや結構ない、結構ある。もう普通に行こう。行きたい、行けじゃあ、行け、行くわ、行け、行行け。周り気にしとる。よう行った。あー、もうしんどいな、みんな。しんどい。あ、トートコーヒー。あー、でも楽しそうやな。楽しそう。いや綺麗やな、え、これか、これ、え、あれ変えてる、なんか色合い。あ、色は編集してるかも。ですよね。提供松田カリーなくなっとる。カリーがなくなっとる。助手席に誰を乗せよう、ロードスター。なんかもうピーすればいいみたいな、もうほんま。え、全然覚えてないよ。絶対あれよ、平せんべい見てないよこの動画。いや見てる、見てる。秋の天然のね。めっちゃキモい。そう、このええ顔しとるをあの宮古でも使ったんよ。過去2作使ってたから。でもこの頃からおじいさまへの意識あったんやな。まあでも旅も今から後半っていうことやな。そうだよ、そういうこと。山は絶対面白いからな。うぃー、めちゃめちゃエッジボイス。エグい。おおベイベー、やばいよ、やばい。じゃあ今日どうする、マジで。今日で終わりにする、明日も、ね、もういい。泊まりたいよ僕は。どこ泊まる。おー、おー、さっきちょっと、あー、お願いします。山頂ってことだろ。これエグいな、これエグい。オプションルート広い、広いな、案外広い。行ける、行こう、行かし、あ、ナイス、判断力いいな、ちっちゃいから、まあ、広かったし、広かった。うわ、これやば、マジで上がってきてる。センチで言うな。センチはもう間違えると着くよ。よっしゃ。これは楽しかったね。ね。いや帰りとかさ、ちょっと楽しいから運転してもらおうかなと思ったけど、これは怖いな。これ怖い。左やな。左。お。おおお、ええやん。ええやん、ええやん。突っ込むか。突っ込むよ。
ぐいえぐい。ナイス。ゆいってさ、あの車止めたらナイスって言いがちね。ナイスって言いがち。そう、運転たたえがちやな。綺麗。虹色やな、ここ。パーマが暴れとる。あったな。縄文のやつ。ここでの撮れ高、縄文のあのやつなんやから、もうちょっと説明したれよ。していただいてもよろしいでしょうか。わかりました。じゃあレッツゴー。やってたな。もうなんか今の平せんべいが一番嫌いそうなことを一番やってるの。おはようございます。エリー My love エリー、エッジボイスの極みな。あげた。ごめんな、いい場所してんの。うわ、ちょっと、ちょっと、はい。渋ハーマンはマジで何時に来るのが正解。だってさ、夕日ギリギリに来たら駐車場いっぱいみたいになりそうやん。書いてあったん。え、そんだから、そんなことないんやつ。こんな出入り激しいんだ。出入り山崎。これ結構いいぞ。うわ、熱い。サイドミラー立った。 あいつ入んねえよ、あいつ入んねえよ。サイドミラーが出た。俺らちょっと細くな感じしてくるよな、ここまでやると。ちょっとずつ近づいていくって、うん、あ、将棋か。将棋。おあ将棋分かってないから。まだ我慢せ、まだフェードフェード我慢せ。あうわ。頭悪い、マジで頭悪い。これあれや、撮ってもらったやつやな、誰か。おばちゃんにね。あ、おばちゃんに撮ってもらった。これ気に入ってたな、おばちゃん。あ、恥ずかしいよ。ちゃんと映えスポット行ってんやん。なんかようわからんおばさんにな、撮ってもらった。ようわからん、いいおばさん。あー、ありがとうございます。いいおばさんに教えてもらって、いいおばさんに撮ってもらう。炎上よ。どんどん繋がりを感じた一時でしたっていう、そういった。香川でもう一個なんか食いたいみたいなのはもういらん。あ、左遷した。いる？いや、いらん。ちょっとあってもいいなと思った。5時半やし。じゃあ、ええよ。帰ろう。早く帰りたい男いる。ゴー！キンモ！あ、評価できる、これは。ちゃんとキンモって言ってるから。なんでキモい言ってた？分からん。キモいのにやってんの。みんな香川行ったらうどん何杯ぐらい食べれるの？1日で。な。結局3杯食べたな。まあ3杯食べたでしょ。え。帰ります。バイバイ。やめてくれ。3月でこれが一番濃いんかよ、こいつら。目の前、確かに、はい、何ここ、何腹立つわ、こいつの帰り方。腹立つわ。俺また旅がしたくない旅なかったな。
お、え？あ、2日目もう死ぬ、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 でももう上がれへんやん、滑ったら、うん、はぁじゃあここやったら U ターンできるわ。そうやな、まあ、あ、全然覚えてなかったわ、これ忘れてたな、忘れてた、そういえば高島屋の格好で来てる、まあそれな。2日目、旅行2日目、実質待って、まだ続くのこの動画、長いって。続いてるよこれ、長っ。まあ綺麗ではあるんやけどね。そうね、僕はここで気づいてん、やっぱ夜景あんま好きじゃないかもって。あ、そう、何、もっと雄大な自然の方が好き。え、そう、もう僕全然自然の方が好きよ。ああ、まあね、それはわかるわ。うん、まあ全然良かったけどね。あ、というところですね。はい。はい。いや。ちょっと香川、はい、香川の方がしんどい。しんどい。どういうとこ、どういうとこがきつい、若すぎる。なんなんやろな、ちょっと生きてるよな。あー、しゃあない、だってロードスター乗ってんやから。あと岡山鳥取の方がやっぱり作る気がない、あの素材が。で香川は作る気があるのよ、それがうざい。やっぱり宮古がもう一番いいわ。宮古はどう違ったん？宮古はやっぱり僕がその、うん、ショートを作ることを意識し始めたから、多分その動画を編集する側の気持ちも分かってきた喋りをしてるんちゃうかな。あ、お互い慣れてきて、なんか慣れてない岡山鳥取から慣れてないのに頑張ろうとした香川があって、でまあ北海道で力ためて宮古で慣れてちゃんと作ろうとしたみたいな、うん、まあ普通に楽しいんだけどな。宮古は数が結構出てたかもな、なんか確かに数やったの。確かに、あの正直香川は数じゃないね、あれ。ああ、平せんべい比とか低いな、まあ、香川旅数やけど、あ、まあ、ちょっと頑張ってる。そうやな、頑張ってんな。若い若い若い、そうやな、うん、というところですかね、香川は。次は何でしょうか、はい、北海道ですね、次。北海道は結構ね、香川と北海道の間はありますから、期間が1年弱あるからね、だいぶ今の僕らですね。あな、ってことで次回さ、北海道も交互期待ということで、ではまた。